皆さんこんにちは、リコです。コロナ禍で生活が困窮している住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について、本編は家計急変世帯の審査基準について、現時点で分かっている最新情報を長崎市の情報をベースにお伝えしてまいります。ぜひ最後までご覧ください。今回の動画の目次はこちら。それでは早速、給付対象者のおさらいから見ていきましょう。こちらが内閣府公式のリーフレットになります。対象者について、住民税均等割非課税世帯、もしくは令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯の2つのパターンがあります。このどちらかに当てはまっていれば給付対象ということになります。詳しく見ていきましょう。一つ目の住民税非課税世帯について、基準日令和3年12月10日時点にて、住民税非課税世帯であれば、自治体から確認書が送付され、確認書に記入し、返送すると給付されるという流れになっており、この場合は申請は必要なく給付されるというもの。2つ目の家計急変世帯について、申請が必要となり、令和3年1月からコロナの影響で家計が急変し、世帯員全員の住民税均等割が非課税水準である場合、給付対象ということになります。家計急変世帯として申請する場合は、収入か所得で申請することが可能です。なお、住民税非課税世帯、家計急変世帯、いずれも扶養親族等のみからなる世帯は給付対象外です。どういうことかというと、離れて暮らす非課税世帯のお父さん、お母さんに、課税世帯の息子さんが仕送りなどをしていて、確定申告等でお父さん、お母さんを扶養親族として申告していた場合、お父さん、お母さんは非課税世帯であっても給付対象外ということになります。先日、こちらのサムネの動画にて、審査基準が変更になっている自治体をご紹介しました。内容は、令和4年度の課税決定は、令和3年の収入をもとに、令和4年6月頃に、課税なのか非課税なのかが決定します。その課税決定後に、令和3年の1月から12月のいずれかの月の収入で申請する場合、家計急変世帯であっても、令和4年度の住民税が非課税である可能性が出てきました、という内容でした。こちらは長崎県長崎市のホームページになります。一番わかりやすく記載されていたので参考にさせていただきました。家計急変世帯への支給における判定方法とあり、一番下に令和4年度分住民税課税決定以降に令和3年中の収入をもとに申請をする場合は、令和4年度分住民税が非課税である必要がありますとの記載があります。記載内容から読み取ると、令和4年6月課税決定以降に、令和3年1月から12月の任意の1ヶ月で申請をする場合、令和4年度が非課税である必要があるという内容です。ということは、令和4年が課税だった場合、令和3年の収入、所得による申請での給付は対象外ということになります。一方、令和4年が非課税であれば、令和3年の収入、所得による申請での給付は対象ということになります。こちらに、令和3年の収入をもとに申請をする場合と書いてありますが、では、令和4年が課税である場合、令和3年の収入をもとに申請はできないので、令和4年の収入、所得での申請での給付は可能なのか、長崎市のコールセンターへ問い合わせてみました。令和4年が課税と決定した場合、令和3年の収入、所得では給付対象外ということですが、令和4年の収入、所得で任意の1ヶ月が非課税水準であれば給付対象ですか?と質問をしてみました。回答はこちら。令和4年が課税となった場合は、申請月が令和4年の収入、所得の場合でも給付対象外となる可能性が高いですという回答でした。続けて、では、現在はまだ令和4年が課税か非課税か分かっていないので、もし課税か非課税か際どいラインだったとしても、6月までに申請をし、非課税相当であれば給付対象となりますか?と質問をしました。回答はこちら。はい、そうです。お早めの申請をお勧めしますという回答でした。
なので現在3月で6月には課税なのか非課税なのかが決定します。決定後は課税であった場合どの月で申請をしても給付対象外となる可能性が高いということになり、非課税であれば給付対象となります。もし令和4年が課税か非課税か際どいラインの収入だった場合、令和3年1月から課税決定前までの間に申請をし、コロナの影響で減収、非課税水準であれば給付対象となります。家計急変世帯は判定に時間がかかるようなので、できるだけ早めの申請がいいとのことでした。なので、もし令和4年4月の収入で5月に申請し、6月の課税決定通知書にて課税だった場合、給付対象外となる可能性が高いので、これから申請する際は注意しましょう。ここまで住民税非課税世帯の給付金の家計急変世帯審査基準の変更点についてお伝えしてまいりました。本編は長崎市の情報をベースにお伝えしましたが、審査基準に追加されている自治体が増えていて、今後も拡大する可能性が大きいと思われます。これから申請の際はお住まいの自治体の情報をチェックして、わからないことがあればコールセンターへ問い合わせてみましょう。何度もお伝えしますが、最終判断はお住まいの自治体になります。何かわからないことがありましたら一度問い合わせることをお勧めします。それでは本日の Q&A をお送りしたいと思います。本日の Q&A ではプライベートや様々なコメントに対してお答えしていきたいと思います。 YouTube のコメント欄、公式 LINE にてコメントお待ちしております。それでは早速いきましょう。本日の Q&A はこちら、相次ぐ値上げについてです。2022年は値上げの年と言われるほど、光熱費や食料品の値上げが本当に相次いでいますよね。電気料金やガス料金、小麦粉や油など生活に必要なものが続々と値上げしていますよね。それで私がびっくりしたのはガソリンです。私は買い物行く時ぐらいしか乗らないんですが、昨日久しぶりにガソリンを入れたらリッターが170円とかで、高くてびっくりしました。でも生活には欠かせないものですし、こういうものが値上げばっかりして、でも賃金は上がらないし、国民平等に一律給付も出ない、なぜと改めて思ってしまいましたね。海外では一律給付が数回出ているのに、なぜ日本は1回だけなのかなとやはり思ってしまいますよね。では長くなりましたが、皆さんいつもコメントや高評価本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連さまざまな分野で皆様の生活のサポートができますよう頑張りますので、よろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。